頭を残して飛ばす方法。プロゴルファーの奥山です。本日は本当の顔の残し方について説明していきたいと思います。ゴルフをしていてボールに当たらないと顔が動いているからだとよく言われませんか？頭を残して動かさないように振れとよく言われるんですが、それが間違いなんです。プロゴルファーの人が頭が動いていないように見えるのは頭を残すからではないんです。当たらない人はそもそも手打ちなんです。下半身を止めて手でこのように振って腕を振ると頭は動きます。そして肩を回転させると頭が動きます。この状態で頭が動いているのを止めても結局このようなスイングで当たりません。どのようにしたら当たるかというと、それはしっかり左足でリードすることなんです。ゴルフのスイングは手打ちだと出力が下がります。トップの位置からしっかり左足をリードします。斜め上方向に左足を回転させるとこのように頭が残りやすいんです。下半身が動くからそれによって体が引っ張られて頭が残る。そしてヘッドが走る。そのまま起き上がる。このスイングを見ると頭が残っているように見えます。つまり下半身を使うから頭が残るのであって手打ちで頭を残してはいけません。かっこいいスイングをしたいのであればしっかり手打ちはやめて左足でリードさせて頭を残す。左足をリードさせて頭を残す。このようなスイングを作っていきましょう。当たらないのは頭が動くからではなく手打ちで頭が動いているだけです。しっかり下半身を動かして頭を残したスイングを作っていきましょう。下半身を止めて無理やり頭を残してもこのスイングではなかなか成長しません。しっかり左足リードで下半身を回転させながら頭を残すこの形が大切です。皆さんも左足リードをしながら頭が残ったこのフォローの形を真似して素振りをしてみてください。この形に違和感を感じた人は左足リードができていません。正しい体の動き方を理解して正しく頭を残して綺麗なスイングを作っていきましょう。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。